ハイボールお願いします長友と会ってほしいですね。お会いするのも初めてですし、はい、コミュニケーション取るのも初めてということでよろしくお願いします。お願いします。もうすごく楽しみにしてきました本当ですか？本当ですよ。なんで疑うんですか？本当です。一応なんかこれ YouTube 用なのかなみたいな。いやいやいや、さっきお会いした瞬間にもお伝えしたんですけど、まあ、とにかく私サバのミトコンボールが大好きなんで、もうそれを今日は絶対お伝えしようと思って、さっきあのインスタグラム拝見させていただいたんですけど、はい、めちゃくちゃボニーク使ってますよね。すごいです。びっくりしました。最初使わせていただいた時にちらっと聞いたんですけど、マネージャーさんの方が先に知ってたっていうそうなんですよ。でもマネージャーからはその情報をなかなか、はい、もらえてなくて、うん、でご縁があって初めてサバのミトコンボール、はい、ありがとうございます。なんかレシピ使っていただいてほぼ毎日どうですか、ボニーク使ってみての最初の感想。まず楽です。結局やってる間に、うん、もう他の準備できるじゃないですか、うん、あとは作った後にそのまま冷蔵庫に置いといて、で次の日とかもすぐ練習後とかに食べられるんで、アスリートにはもってこいです。僕も AI シェフって呼んじゃってるんですけど、勝手に調理してくれるんで本当めちゃくちゃ助かるなって思って、はい、実際そのサバ、はい、普通にこう焼いたサバと、うん、この低温調理した時のサバってどうですか？全然違います。まあ、普段から魚派なので魚よく食べるんですけど、でもそこまで毎日食べたいってなるほどにはハマってなかったので、でもあのサバ丼は毎日食べたいです。実際ほぼ毎日なんかサバ冷蔵庫にサバめっちゃストックしてあるみたいなそうなんですよ。スーパーのおばちゃんもびっくりするぐらいいつもサバを買い込んでるんでスーパーで見てくれてる人であのサバをスポンサードしてくれる人がいたらねぜひね、ぜひサバを送ってくださいみたいなね、はい、骨なしの、ね、骨抜いたサバをハマってくれる料理で革命が起きてるっていうね、びっくりするぐらいふわふわになりますよね、うん、僕らの調理じゃちょっと難しいですね。普通に焼いてあのふわふわを出すっていうのは、普段は結構じゃあお魚料理が多い感じですか？魚、そうですね、特にお肉を使い始めてからは魚が多いです。あの今日鶏胸肉とこれ鶏肉の料理になるんですけど、あのさっき聞いてびっくりしたんですけどボニークで鶏胸肉調理したことがない。はい、ささみはあるんですけど、じゃ鶏胸が苦手意識が、はい、それなんで苦手なんですか？いや、パサパサ、あも鶏ももはすごい昔から好きでよく食べてるんですけど、鶏もものみぞれあえも大好きで、はいはいはい、それもサバと同じぐらい作るんですけど、なるほどなるほど、ちょっとその苦手意識があって未だに手を出してないっていう。なるほど、これ羽田さん来ましたね知らなくて、そのもう鶏胸肉やられてるんだろうなっていう前提から今日、はい、あの鮫島選手に鶏胸肉を使った、まあ、手軽のレシピをまたさらにアップデートとしてお伝えできたらなっていう気持ちで来たんですよ、はい、そしたら全く作ったことがないっていうところで、だってパサパサしてますもん鶏むね肉。いや、これ楽しみですねなんか進まないんですよね、あんまり。僕らの共通認識としていくと、ボニークイコール鶏むね肉って感じです。まずここで違いを感じていただいてから次へのステップみたいな感じぐらい。あ、じゃあ飛ばしたんですね、結構そのいきなりサバに行っちゃったみたいな感じ、はい、なので今日はね、その鶏むね肉を使って、このレシピを使って2パターン調理できればなと思っていて、鶏むね肉はチャーシューにして、手羽中はだしですね、鶏ガラのスープ、同じ温度でスープとチャーシューを作って、それをベースに2種類の料理を僕の方からお伝えできればなと思っていて、そんな感じで進められればなと思ってます、はい、今日の2品のテーマは、アスリートがこの夏、そのすごい食欲が低下しやすい時期、特にこうトレーニングとかしてすごい汗かいてもう食欲がなくなるって、この定番の流れがあるのを、なるべくこう解決してあげるっていうところをイメージして、この2品ちょっと考案してきたので、ぜひあのこれからね、今オフシーズンですよね、はい、でこれから多分トレーニングも始まると思うんで、そんな中でちょっと思い出して活用していただければなと思うので、はい、早速ちょっと進めていければなと思います。お願いします。はい、では行きましょう。まずじゃあ今日は鶏ガラのスープを作っていきたいと思います。ガラスープとかってまさか自分で作ってますとかっていうことってないですよね。もうあの市販の粉ですよね、はい、粉です。でも普通はそうですよね、はい、このお肉を使って一
今日は鶏ガラのスープを。鶏ガラのスープまで作れるんですか？作れちゃいます。本来は僕レストランでずっとやってる時はこういう、まあ、プロの料理人は4時間とか5時間かけて低温でガラスープ取っていくんですけど、そんなの絶対やりたくないじゃないですか。でもこのボニークなら、まあ、あの材料だけ揃えてほっとけばそのガラスープできちゃうんで、ちょっとそれを今日お伝えできればなと、はい、作ったらいろんなものに活用できるんで、ちょっとそれも含めて今日お伝えできればなと思ってます。羽田さん、これ新しく作ったんですか？はい、作りました。ボニーバッグ。ボニーバッグです。ボニーバッグ、はい、これ購入できるんですか？これ購入できるんですか？あのもう間もなく。すごいですね。これを作ってのは何か理由があるんですか？ジップ付きだとちょっと値段がコストが高いのと、うん、まあ、そんないらないじゃないですか、ジップ付きである必要が。確かに。なんで保存する場合はジップ付き使うとかしてもらってるんですけど、うん、これはもうたくさん使う方に、まあ、ガンガン使ってもらいたいのと、うん、はい、あとある程度厚みを取ってるんで、その揉み込んだりしても破れたりしない。すごい感じで。結構薄いですもんね。そうですね、十分厚くて、うん、十分厚いという、必要な感じの薄さと厚さという感じで。これはあとさっきあの伺ったんですけど、プラスチックの使用してる量が少ないから、そうですね、エコだっていうのも、まあ、まあね、少しはエコに。いや、すごいな、これ使ってみたいですよね。使ってみたいです。ぜひ、はい、収納とかやりやすいね。本当ですね。ボニーバッグいいですね。これこれまたあの販売されたらあれですよね、告知してくれるんですよね。ぜひお願いします。材料簡単なので説明していきますけども、まず生姜、スライスの生姜を入れていっちゃいます。あと昆布、早炊きでもあの自宅にある昆布でいいんですか？これ今日ちょっと平か昆布、ちょっとだけいいやつ用意させていただきました。あの、まあ、青ネギ、こういったなんかネギで青い部分ってなかなか使わないじゃないですか、うん、こういうのをもうポッて入れちゃってって感じです。これ手羽中なんですけど、あのこのまま入れちゃってもいいですし、もうちょっと出汁入れたいっていう時は包丁で軽くこうここに骨と骨の間のところにこうパッてこう切り込み入れるとより出汁が出やすくなるっていうのもちょっとポイントですね。今日はちょっと手間がある方のやり方で全部に切り込みを入れていきますけれども、そんな面倒だから嫌だっていう場合はそのまま入れちゃっても平気なんで、はい、こうやってやるとちょっとこう骨のところから出汁が出やすくなるっていう。これ1パックで380円ぐらいだったんですけど、この後ちょっと食べていただいてご判断いただきたいんですけど、これは380円以上の価値があるかどうかっていうところで、でこのままこれも入れちゃいます、ね、鶏胸も安いですもんね、桃とかに比べたら。そうですね、安いの分かるんですけど、いつも桃いっちゃうんですよ、ね、いや気持ちは分かります。でここに1リットルのもうお水入れちゃいます、パーって。もうこれであとはボニークに忍ばして出汁が完成する。超簡単じゃないですか。とりあえず洗い物も出ない、はい、そうそうそう、本当あのパックに切り込みいらなければ洗い物いらないんですよ。でこれをこれ閉じるのいらないんですよね、この袋、ボニーバッグ。すごいなこれ本当に。あ、勝手に楽、超すごいですねこれ。チャック付きのしか使ったことないんで、ね、いや僕もないです。これ便利ですよね本当に。これいいね。いや最高。欲しい。何より一番これに感動してるっていう。でこれで同じ温度ですね、これからチャーシューもやっていくんですけども、この65度で2時間15分ほっとくだけで出汁ができちゃうっていうところですね。で次にこれやってる間に鶏胸肉のチャーシューですねをちょっと作っていきたいなと思います。はい、鮫島さんがいつも向き合わない胸肉ですね。、はいはい、向き合ったことない。向き合ったことがない。これちょっと油取っちゃいますね。こういうところにある油も軽く。でここにだいたい胸肉ってちょっとこう筋があるんですね。なのでここはできればこういうふうな感じで包丁で軽く取ってあげるっていう感じですね。もうこれで OK です。でまたちょっとボニーバッグを使って、ね、当然鶏胸肉を使ったことがないってなるとチャーシューとかもボニークではまだやってない、はい、ないです。なんかもう作ってますって言われるよりまだいいですよね。作ったことないって言われた方が、うん、まず先に調味料を入れちゃいます。でニンニクと生姜のスライスを入れちゃって、これラカントですね。使ってます。あ、さすがです。
セラカント S を、大さじ1杯入れちゃって、これがみりんですね。みりんを大さじ1杯、もう本当に家にある調味料でできちゃうんで、これで醤油、濃い口醤油を大さじ2杯で、これお酢ですね。ちょっとお酢を入れると美味しいんで、これ小さじ1杯のお酢を入れてあげます。で全部これで材料すべてなんですけど、なんとなくちょっとこう袋の中で混ぜ合わせてあげたら、胸肉を入れちゃいます。こうやってちょっと揉み込んであげてください。軽く全体に行き渡るように。これであとボニークしたら出来上がる。以上ですか？はい、以上です。簡単じゃないですか？これ簡単です。家にある調味料でね、できちゃうんで。これ出汁を取ってる温度と、同じなので、これは1時間20分後に取り出してください、はい、それだけなんか別でタイマーとかかけていただけたら、鶏胸肉のチャーシュー完成するん で、 でこれも入れちゃいます、ね、ここに。これほんとこのお風呂めっちゃ便利ですね。これで鶏胸肉が1時間20分後、はい、でこの取り出しが2時間15分後なので、この間に1時間トレーニングできちゃいますね。できますね。いや本当そういう意味ではボニーク便利ですよね。なのでこれまた1時間20分後と2時間15分後に調理をスタートするので、はい、一旦これで待ちましょう。はい、はい、じゃあトレーニング鮫島さん、はい、しっかりやってきて、はい、暑かったです。1時間20分経った鶏胸チャーシュー、一回先に取り出しちゃって急冷しちゃいます、ね、はい、これ必ず急冷しないと衛生的に良くないんで冷やしておきます。で今度は、2時間15分後だし、すごいですね。すごいなんかいいだし出てそうだなって感じしません？します。このまま飲んでみたい。一回飲んでみましょう。こっからちょっとだけ手間が入るんで、だし取り終わったら一回ボウルとザル用意していただいて、お肉とこのだしを一回分けちゃう感じにしますね。こんな感じで、うわちょっとで、これがだしですね。でこれなんですけど、このお肉もったいないじゃないですか、はい、このお肉もしっかり使うんで、めちゃくちゃホロホロしてるんで、普通に塩つけて食べてもめちゃくちゃ美味しい感じです。美味しそう。この昆布と生姜と香味野菜、ネギはちょっとおさらばしちゃいます、ね、はい、この時点でしっかりと役割を終えたので。でこの油はアスリート結構この油すごい気にされる方非常に多いですし、その辺は体重増やしたいっていう人は逆に食べてもいいんですけど、コントロールしたいっていう人は逆に外して食べたいっていう人はこうやって綺麗にポロッと剥けるんですよ。これちょっと近くでもしあれだったらこうやって綺麗に外れちゃうんで、もうこれ自体もめちゃくちゃホロホロして、ね、こうやってお肉の部分と皮の部分がこう分かれていくんで、でこれをこうちょっと親指とか使って取ると外れるんですよ。でこの皮の部分も食べれるんで、必要な場合はカリカリに焼いたりとか鶏皮みたいな感じでも食べれるんで、その時のコンディションだったり、夏場ですごい汗かいて落ちちゃったっていう時は、逆に体重増やしたい場合とかこういう鶏皮とかも外さないで取っちゃっても全然 OK なんで、臨機応変に対応してっていうところで。チームって食事とか出たりするんですか？出ないです。だから基本的にはもう自炊です。家帰って、あでチームで食事作られるような方だったりとか、うん、僕結構連絡来るのはその意外と学生の寮に入っている子たち、あ、はい、なんか何食べたらいいですかっていうのを聞かれることが時折あるんですけど、うん、寮母さんに伝えるわけにもいかないしなみたいな感じのところもありながらすごい悩むんですけど、これねぜひ見ていただいたら本当簡単なんですし、すごい低価格でできるんで、学生寮の寮母さんとかも作っていただけたらすごい嬉しいなと思います。これ皮取り外して、はい、お肉の部分をこうやってクッってやると取れちゃうんで、そうそうそう、こうちょっとキュッキュッってやってやると、もうホロホロだからですかね。 そう、ホロホロ。これね普通に食べてみてほしいです。今普通に食べてみてですこのまま熱々の状態ですけど、ぜひ食べてみて、このホロホロ具合をちょっとね、はい、食レポしてもらいましょう。それホロホロ、ホロホロなんで見た目から、はい、もうこのまま食べても本当美味しいんで、だしとしても使えて、すごい、そう、柔らかい。いってください。いただきます。
もう完成ですよね。うん、完成完成、本当それだけで完成。おいしい。おいしいですよね。これもう十分ですね。これだけで。ね、これと出汁も取れるってなったら一石二鳥じゃないですか。これいくらでもいけます。ね、結構これね測ったら 280g、 だいたいスーパーで売ってるパックで 100g ぐらいのお肉取れるんですよ。皮除いてこのお肉の部分だけで。なのでこれだけで十分タンパク質取れちゃうんで、そして出汁も取れちゃうっていう、めちゃくちゃコスパいいんですよね。しかも手羽中にしてるのはこの短時間、今2時間だけなんですけど、はい、本当出汁って 4,5 時間で取るんですね。いわゆるラーメン屋さんとかそういうのでやってるのって、はい、ただこれ2時間で単発的に本当にクイックで取る出汁なんで、逆にこういうちょっと小さい骨の方が出汁が取りやすい理由としてはこの手羽中を使ってるっていう、いろいろ試してみたんですけど、はい、これが一番クイックに取れてコスパもいいっていう。さすがにこの骨はおさらばしちゃいます、はい。そう、コスパも気になります。自炊してるんで、自分でスーパー行って。いや、そうですよね。そうなんですよね。今回だからその継続するってなると、うん、いい栄養を取れて美味しくて時間もかからずに、うん、プラスでコスパもいいっていうの、はい、全部をちょっとこう叶えないとなっていうのがあったんで、この皮は照り焼きっぽい感じでやっても美味しいですし、カリカリにしてで油取ってみたいな感じでやると好きなんですよ、うん。なんか今回加藤シェフにちょっとお伺いしたいことがたくさんあるんですけど、あ、ぜひぜひ。私体質的に体脂肪がもともとすごい筋肉質っていうんですか、はい、筋肉量多くて、はい、なんか少なすぎて怪我につながったりとか、うん、試合後とかにもちょっとクラッとロッカールームに帰ってきたら、はいはい、最近はなるべく体脂肪も体重もキープするように、うん、ちょっと増やして今までよりも、うん、あ、そうなんですね、っていうのをやってるんですけど、でも気を抜くというか、うん、すぐに体脂肪がガクンって落ちちゃうんですよ。なので上質な油をなんかうまく取り入れたいなっていうのは思ってるんですけど、うん、なるほどですね。それがなかなかで、油がもともと苦手なのであまり取らないっていうのはあるんですけど、それをなんかどうしたらいいのかっていう。本当それで言うと、鶏皮ってオリーブオイルと同じ油の成分なんですよ、だからゆうとさんなんかも鶏もも肉大好きなんですよ。で、皮ついたまま普通にステーキして食べてもらうんですね。で、なんでかっていうと、鶏皮はオリーブオイルと同じぐらいの成分が含まれてるんで、油としてはすごい優秀なんですよ。そうだったんですね。で、結構食べないっていうのは、はい、本当にその鮫島選手みたいに痩せやすいっていうような人たちは特にこの摂取した方が油はいいので、逆にこれ入れた方がいいかもしれないですね。そしたらこれ見てる人でも逆のパターンで、いや、ちょっと体重コントロールしたい、体脂肪増えやすいからっていう人も結構相談受ける人たちは多いので、はい、そういう方々は逆にこういうのをこう外したりとか、うん、ちょっとその辺はその人の体質によって臨機応変に対応するっていうのでいいと思うんですけど、僕も試作の時にいろいろ試してみたんですけど、もう十分これだけでカリカリになっておつまみになるんで、そう、ね、本当に美味しかったです。取った出汁を一回鍋に移しちゃいます。ここだけちょっと火使うんですけど、強火にしていただいて、低温で調理している分ちょっとアクが取り切れてない部分があるんで、最後に沸き上がってきたらアクを取り除いて鶏出汁の完成なんです。これだけちょっと手間がかかるんですけど、はい、手間っていうほどの手間じゃないんで、ここだけちょっとやってもらって、保存はすごいしっかり1週間とは全然余裕で消えちゃうんで、このガラスープを取っちゃえば、はい、今日お伝えする2品以外にもいろんなものに使えちゃうんで、そしてこれも美味しく食べれちゃうし、自分でガラスープ作ることないです。でも作れるって言ったらなんかちょっと作ります。すごくないですかって絶対に言われると思うんですよね、出汁って。ガラスープ私取ってるよみたいなこと言ったらなんかめっちゃ料理できる人みたいな。もう僕らのやる仕事ですからね、その出汁取るっていうのは。普通の人はもう顆粒の鶏ガラスープをやるっていう感じですけど、痩せやすいんですね。昔ワールドカップとか前とかは気、余計に使うじゃないですか、はい、気使ってたら 8% とかまでいって、そうなるとさすがに月経の問題とか、枯渇してるみたいな感じになっちゃうんですよね。そう、そこが増やそう増やそうとして、やっと今 12% とかそのくらいですけど、もうちょっと増やしたところでキープしたくて、プラスで油が苦手ってなっちゃうと、お魚を例えばお刺身で食べる分には全然問題ないですか。はい、大丈夫です。大トロとかはやっぱり、あ、大トロは、あ、やっぱそうなんですね。サバは、はい、たまにサバの油でもやられますね。油多いものは多いですもんね、はい、体調によっては。
あ、やっぱそうなんだ。結構敏感ですね。そうですね、うん、でもなるべくドレッシングとかをそういうオイルものにしたりとか、あ、いいですね、オイルにせずに、うん、オリーブオイルとか、はい、なんかその辺もじゃあ後でお伝えできたらいいですね。オリーブオイルを使った自家製のドレッシングとかね、うん、あ、自家製ドレッシングやりたいです。それ結構作っちゃうと冷蔵庫でしっかり保存しておけば1週間2週間平気で持つんで、毎日サラダ食べますもんね。はい、上がってきました。こんな感じでアクが上がってくるんで、綺麗に膜がこういう感じでちょっと取ってもらって、そうするといろいろ浮いてたものが綺麗に黄金のスープに今度変わっていくんで、これで黄金のスープの完成です。アク取ってあげるだけでも本当に変わるんで、これで出来上がりです。で、こう保存しとく時の、まあ、ポイントとして、このまま食べてもいいですし、一回こうここを入れちゃってもいいですけども、その辺はお任せします。あの、はい、肉を一緒に入れちゃっててもいいですし、はい、これで黄金のスープの出来上がりです。ちょっと飲んでみます。味見していいんですか？ちょっとだけ塩を入れると分かるんで、だいたい僕らもこう鶏の出汁がしっかり効いてるかどうかっていうのは、このガラに塩を軽く混ぜて、もう即席の鶏スープにしてみて、どんだけ出てるのかっていうのをチェックするって感じ。あ、このままいっちゃって、はい、そうだ。わー、すごいいい香り。いただきます。これ自宅で作れるんですか？え、美味しいですよね。え、すごい。いいリアクションしてくれますね。うわボニークのおかげで。あー、めっちゃ美味しい。美味しいですよね。美味しい。ちょっとのひと手間でできちゃうんで、これあると本当何でも作れちゃうんで、うん、これはやります。やってくれますか？はい、ありがとうございます。絶対やりますもう絶対。じゃあちょっとこれで鶏ガラスープの完成です。で、こっからこのガラスープを使ったのと、先ほど作った鶏胸肉のチャーシューですね、はい、これ同時に作ったこの2品を使って、ちょっとアレンジレシピを今日2つお伝えできればなと思うので、はい、この後調理に移ります。はい、はい、栄養 の, あのサポートはどうですか？レシピをいただけるのがすごい。あ、そうですか。やっぱレシピ考えるのがめんどくさいというか、今日何にしようみたいな。もともと自炊嫌いじゃないので、いろんなメニュー知れるのが楽しいです。体の感じもどうですか？今回そのレシピいただきながら、いろいろ自分の中でも体重、今までこれがベストだって思ったものがあるんですけど、体重とかもいろいろ試したり、相談しながら試したりしてて、それでなんかまた新たな、あ、自分の自己ベストの体重これだったのかなみたいなのとか見つけたりして、体重も増やして、そしたら足がつらなくなったっていう。へえ、すごい。でも結構今回出汁取るのに、63度のパターン、65度のパターン、70度のパターン、結構細かく試してみて、63度だとちょっと甘かったですね、出方が。で、70度だと逆にちょっとパサついたりしちゃって、肉がなんで、すごい注意したのは、このチャーシューと一緒に調理できる時間帯みたいなのは、時間帯変えて調理するのってめんどくさいじゃないですか、うんうん、同じ温度で2つできた方が楽だし、いいかなっていうところも考慮したときに、本当は僕チャーシュー63度で本来やるんですけど、出汁の方に合わせて65度でやってみたらどうだろうなと思って、お互いやってみたらお互いいい感じにできたんで、チャーシューも問題なかった？問題ないですけど、気持ち固めに上がるなみたいな感じでしたけど、全然美味しく仕上がるし、これがベストだなと思って、これに本当は温泉卵とか作りたい人たちは、あの半熟卵用にポンって入れちゃえば卵もできちゃうんで、割と65度とかは結構いいですね。じゃあ先ほど仕上げた鶏胸肉のチャーシューですね。初鶏胸肉、はい、ボニークでの、はい、イメージはパサパサ。パサパサです早速じゃあ味見してもらいましょうか。薄くちょっとカットしてもらえば、食べてみてください。いただきます。はい、胸肉。胸肉、そう、胸肉本当に普段から全く食べないんで、やっぱりダメだっていうのも普通に言ってください。はい、いただきます。やっぱりダメ
胸肉じゃないです。胸肉じゃない、うん、これ胸肉じゃないね。あのいけますか、はい、これが冷蔵庫胸肉でいっぱい、うん、いけるすごい。いやこれが低温調理器のボニークの凄まじさですよね。パサパサ感なんてもうゼロですね。ゼロですね。ちょっとこういう塊のところでも全然美味しいんでポンポン入れてっちゃいます。つまみ食いが一番美味しい説ありますよね。美味しい。お肉すごいですね。お肉すごいですよね。すごい。しかも安いんで、うん、味も染み込んでて、味染み込んでます、うん、これね本当いろいろこのままチャーシュー丼みたいな感じでも美味しく食べれちゃうんで、コスパ良くて美味しくて最高ですよね。最高です。最高いただきました。もちろんねもも肉美味しいと思うんですけど、うん、これ以上の調理はないんじゃないですかね、胸肉でって僕は思っちゃいますね。これ以上美味しくすることは無理なんじゃないかなって思うぐらいトップに来ちゃいましたね。このなんで私今までやんなかったんだろう。思いました、はい、よかった。食わず嫌いが食わず嫌いが克服されて、はい、これはねあの今あえて2種類でこれからやるんで胸肉のチャーシューを切っちゃったんですけど、この後これを使って調理していくん でちょっと薄く切ってあげると、はい、より舌触りというか柔らかさを感じやすいんで、そこだけ注意してもらえたら全然、はい、もうこれももう本当ストックしとけば、うん、もう練習終わってお腹空いたすぐリカバリーで食べたいって時に、あ、チャーシューあるからとりあえず切ってご飯と食べちゃおうみたいなので、うん、丼にしてはいできちゃうんですごい便利ですよね。そういう意味でも丼ものすごい楽だなって思います。そのミトコンボールにしてもリカバリーボールにしても洗い物がね、そう洗い物がないのと、あとなんか丼物の方が夏場とかでも入れやすいっていうんですか、はい、その練習で疲れた後にも分かれてるよりは丼の方が進みやすいっていうのがあるんですよね、うん、それを今日はもう本当にそのままのコメントをいただくだろうっていうのをイメージして今日の2品で用意してきてるんで、はい、大体その食欲ない、うん、早く食べちゃいたい、なんかすすれるものの方がいいみたいな、僕も散々見てきたんでそういう趣味を、そして悩んできたんでやべえ食べてくれねえどうしようみたいな思った以上に食欲がこう落ちちゃうんですよね。え、長友さんも食が進まないっていう日あるんですか、うん、全然疲労で全然あります。なんかイメージがないんですよね疲労、もちろんあれだけのスケジュールで、はい、あの稼働されてる方なので疲労はすごいと思うんですけど、はい、それのイメージがないっていうんですか、疲れているイメージがないで、あの本人から聞いていただけたら一番、ね、具体的には分かると思うんですけど、僕が見ている限りでもやっぱりスケジュールが本当にその日本代表もこなしてるというか、うん、そこもやってリーグ戦もやってっていうような状況って本当にすごいハードだなって横から見ててめちゃくちゃ思いますし、年齢を重ねれば重ねるほどリカバリーに投資をしなければいけないっていうの本人は言ってますね、うん、食事もそうですし、いかに寝れるかっていう睡眠もそうですし、そのマッサージのケアとかもそうですし、そこにいかにその自分の時間も含めお金も含め投資できるかみたいなところはこうすごく大事だっていう、うん、種島さんもそうですか、はい、特に代表活動があった時は今と全然違いますか、そうですね、そういう余裕がないじゃないですか、スケジュールがタイトなん で海外遠征もあって、ね、その移動の疲労とかもやっぱりすごいので、男子の場合はシェフが多分帯同されてると思うんですけど、はいはいはい、女子の場合はもう現地の食事しかないので、その中でどうやってコンディションを、え、どうしてるんですか、ちなみにヨーロッパとかだったらまだ大丈夫なんですけど、はい、東南アジアとかの時は厳しい時もあるので缶詰だったり、あ、もう自分で持っていけるものは全て、まあ、荷物の重量も決まってるんで、はい、なかなか難しいんですけど、ご飯のお供を持ってったり、まあ、缶詰持ってったりでどうにかしのぎます。そうなんですね、はい、びっくりですね、それも本当に一応白米だけはチームで用意してくれて、で炊いてくれてっていうのあるんですけど、なかなかね、そうなんですよ。それでワールドカップ優勝すごいですね。それが当たり前なのであまりそれに対して何か思うってことはなかったんですけど、シェフが作ってくれるなんて言ったらもう最高の関係なんて贅沢なんだろうってですよねすごいな、改めてこう環境に感謝しなきゃいけないみたいなところありますよね。すごい、はい、いいなって思いながら。過酷ですね。日本だけじゃなくて世界中の女子は、いや日本だけだと思います。そのアジア大会とか行くと他
他の国と同じホテルなんですよ。で食事会場も一緒なんですよ。でも他のチームは韓国とかもそうですけどシェフが帯同してて、ですごい美味しそうだなってみんなで羨ましそうに見ながら自分たちは缶詰食べてるっていう絵になってます。ドイツワールドカップだったりそのヨーロッパの遠征はなんだろう、ワールドカップとか世界大会になるとそれなりのグレードのホテルに泊まらせてもらうので問題ないんですけど、でもシェフは帯同してないです。だから海外遠征行った時とかそれこそ体内時計っていうんですか、そういうのも狂ってたりとか、あと普段食べてるものが食べれなかったりとかあるじゃないですか、発酵食品とか。そういう時ってこう長友さんとかってなんかどう、もちろんシェフが帯同されてると思うんですけど、おっしゃる通りでその状況になったらみんな苦しむでしょうね。ましてや男子なんで料理包丁すら握ったことないみたいな人たちがどう食べればいいみたいなのは考えたこともないと思います多分きっと。もうそのが当たり前の環境で生きてると思うんで、時差問題とかすごい大変なんだろうなと思って、なんか今みたいな話が、ね、本人とできたら楽しそうだなって思って、ずっとお伺いしたいことたくさんあります。そうですね、僕を通じて言えることって本当限られてるんで僕から偉そうにおこがましいことは言えないんで